はい、オッケー、そう、はい、さあ、岸野理香さんです。よろしくお願いしま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 す。料理はでもお好み焼きとかは全然作ります。たこ焼きとかなんか男の料理とかあれじゃないですか、そういうなんか鉄板系とかそういうの方がやります。多分何々のソテーとか作れないんですけどオムライスとかやったら作れます。優さんもしたいです。いっぱい勉強してドラマとか出ても恥ずかしくないように頑張ります。お互いを見合って。天井私これめっちゃうまいんですよね。これ失敗したら大丈夫？いやもうでも固まってるの大丈夫です。これをそういうことですね。あ、はい、OK、大丈夫です。じゃあ裏向けといていいですか。はい、大丈夫です。はい、ではテストいきます。はい、テスト。今日は絶対うまく焼けると思うね、見とってな。こっちがリカのやつで、おお、やっぱリカ天才的やな。カット。勇気をこうつけて一緒にっていう感じで、はい、言うみたいな、ちょっと間をいただけると、はい、はい、私ちょっと元気な感じでいきますね。いいです。元気な感じでお願いします。はい。はい、では行きましょうか。はい。さあ、本番。はい、よーい。はい。今日は絶対うまくできると思うね。見とってな。こっちがリカのやつで、おお、やっぱリカ天才で、こっちのがあなたのやつな。よし、なあ、はい、カット。カット。いいんじゃないですか。3秒です。おっと、いやでも、まあ、いないかな。はい、オッケー。やったすごーい。はい、カット。はい、オッケー。はい、オッケー。やったと持ちまして、岸野さん、全国主流です。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、じゃあ雨降ってるので。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。緊張したんですけど、あのスタッフさんがめっちゃなんかこうフレンドリーやし優しくてやりやすかったです。途中から楽しくなってきてできました。あのお好み焼きひっくり返すとこです。私うまいんでそこ見てください。一人ですか。わかった、決めました。 AKB さんの板野友美さんです。板野さんの雰囲気が好きなんですよ。こう見てて和むというか、だから板野さんに告白されてみたい。私を、選んでくださってありがとうございます。ぜひ OK してください。ありがとうございます。そうですね、毎日電話はしたいなって思います。メールやったらちょっと分かんないので、絶対一日一回は電話したいです。何もなくても、なんか何しとんとかでもいいから電話はしたいです。自分は多分めっちゃ切れます。でめっちゃ鬼電かけるんですけど、もうそれも出ない場合は一人でめっちゃ切れてると思います。で連絡が来た時には多分やばいです。めっちゃ怒ってます。諦めるかな。
多分そんな勇気がないと思います。そんな好きになったけど親友の彼氏を奪おうなんていう勇気はないと思います。あ、一緒に家でお鍋とかしたいです。なんか自分が作るのはちょっと、自分一人で作るのはちょっと嫌なんですよ、ケーキとかも。なんで誕生日の彼氏さんは誕生日なんですけど、一緒に作ってもらいます。一人でやるのはちょっと勇気がいるというか、なんて言うんですか、もしまずかったらどうしようとか、なんかちょっと不安になっちゃってテンション下がっちゃうんで、自分で作って、じゃあ一緒に作ったら まずくてもじゃんじゃんみたいな感じになると思うんで、一緒にご飯とケーキを作って一緒にお祝いしましょう。どっか遊びに行きたいです。で、なんかちょっと誕生日なんでちょっと高級な店に行きたいです。